今回ご紹介するのは LED でおなじみのスパリーさんの最新 LED ウインカーバルブです。ここでは比較のために前後右側だけに LED バルブを装着しています。お分かりいただけるでしょうか。この LED バルブは対向車や後続車に迷惑をかけるようないわゆる爆光ではなく、セラミックカバーを採用することで LED の綺麗な発色を眩しくないレベルへと調節された製品です。発色も綺麗なオレンジ色で車検にも問題ありません。また LED としてのレスポンスが高く、オンオフにキレがあり、ノーマル電球のボケ感が全くありません。決して眩しい爆光ではありませんが、地面に反射する光の量を見ても分かるように十分な明るさを確保しています。改めて今回ご紹介するのはスパリーの最新 LED ウインカーです。外観はノーマルのハロゲン球と比べると直径が21ミリと1ミリ大きく、全長は48ミリと4ミリ長く、ちょうどアルミ製の高速ファン分が長い印象です。外観で特徴的なのは、他の製品ではオレンジの LED がむき出しのものが多い中、スパリーの最新 LED ウインカーではセラミック製のランプシェードが装着されています。LED ウインカーバルブはセラミック製ランプシェードを採用することで、消灯時にオレンジ色の LED チップがレンズに映り込むことがなく、無点灯時の外観がすっきりとしています。一方ノーマル電球は消灯時もオレンジ色がレンズに映り込むため、外観があまり美しくありません。ここでサクッと交換作業を紹介します。ウインカーバルブのコネクターは外から見た時のそのまま裏側にあります。このコネクターを左方向へ少しひねると簡単に取り外せます。コネクターからバルブの外し方ですが、刺さっているだけなので少し引っ張れば簡単に取り外せます。次にスパリーの LED ウインカーバルブの取り付けですが、この LED バルブには極性がないのでどの向きで差し込んでも点灯してくれます。LED ウインカーバルブはエネルギー効率が高く省エネルギーです。また電球に比べて耐久性が高く超寿命な特徴があります。ノーマル電球は発光効率が低く消費電力が大きくなります。ちなみに Amazon の購入サイトには 55W の電球に対して LED は 25W と省エネで、電球の500時間の寿命に対し3万時間と超寿命であるとのことです。ここからはリア側のランプを外していきます。ほとんどの車のリアランプの取り付けもそうですが、ハスラーの場合も車体側20ミリのボルトを外せば車体外側はピン止めになっているので引っ張って外してください。リア側のカプラーも少し左に回せば簡単に取り外せます。バルブ自体もコネクターに刺さっているだけなので引っこ抜いてください。ここではあえてバルブを取り付けずに簡易的に玉切れ状態を作ってハイフラ現象を見ていただこうと思います。このように簡易的ですが、玉切れを起こすとウインカーの点滅速度が速くなり異常を知らせてくれます。
この現象が抵抗器のついていない LED ウインカーを装着すれば起きてしまいます。この場合も配線に抵抗器を割り込ませる配線工事をすればハイフラ現象を防ぐことはできますが、抵抗器を準備するなんて少し手間ですよね。その点スパリーの LED ウインカーは画像で確認いただけたように本付けで問題なくハイフラ現象は起きません。しかし抵抗器は過剰な電力を熱に変換するため、バルブを安定した状態で使用するには抵抗器だけでハイフラ対策を行うよりも、最近はファンによって放熱性を高めることでよりバルブの寿命を伸ばすようになっています。 LED は発光により熱を発生しますが、適切な冷却が行われない場合、熱によって LED の寿命が短くなる可能性があります。そこでファンが装備されていることで LED バルブの熱を効果的に排出し、バルブの信頼性と耐久性を向上させるようになっています。スパリーのようなファン付きの LED ウインカーバルブは非常に優れた LED バルブといえます。ここまでお付き合いしていただいた方はすでにお気づきだと思いますが、 LED ウインカーにとって熱対策は非常に大切になってきます。そこでスパリー LED ウインカーは高速消音ファンと航空用アルミを使うことで優れた冷却効果を狙った作りとなっています。ここで商品レビューでも取り上げられることの多いファンの音を確認していただこうと思います。長時間での動作確認ですが、私の操作ミスで動画では5分程度で録画を終わらせていますが、この前のテストで20分以上の長時間点灯でも問題なく点灯したのを確認しています。今日の旅はここまでです。いかがでしたでしょうか。スパリーの LED ウインカー交換が参考になったよという方はぜひいいねをお願いいたします。これからも一緒に旅を続けてくださる方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。